インストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。また私のマイルーティン、これはご挨拶代わりなんですから、が始めさせていただいております。皆さん今日もご覧くださって本当にありがとうございます。皆さんがご覧くださるおかげで、このように動画配信を続けることができてます。皆さん今日も一緒にこの動画を通じて体を動かしませんか？イメージトレーニングだけでもいいです、ね、皆さん今日も一緒に体を動かしましょう。体を動かすと体も心も脳もリフレッシュ、元気になりますということで、どうぞよろしくお願いします。この動画が皆さんにとってハッピーになれる一つのきっかけになったらなって思っておりますが、これがこの思いをつなげさせていただいているのを皆さんがこのように見てくださっているおかげです。本当にありがとうございます、まだチャンネル登録がまだという方はですね、毎回つながって見ていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではですね、今日またね一緒に短時間で体を動かしましょう。私のレッスンいいですよ。体の構造的なことを踏まえながらいろんなことを盛り込んでいるんですよ。短時間で体を良くしていきます。整えて引き締めてほぐして脂肪燃焼させていきますという感じなんですけれども、まあ、時間を、ね、長くすれば、まあ、普通に考えると運動量は多くなるんですが、でも限られた時間の中でいかにですね体を動かすかというところが大事で、体力と言われても筋力、柔軟性、持久力、この3つが大事なんですね。それプラスコーディネート力、全身を動かす能力など、まだ他にもいろいろあるんです。心拍系の能力とかいろいろもあるんですけれども、そういったことを踏まえて動いていきたいと思っています。あ、話は変わりますけど、寒いですよね。寒いとですね、どうしてもですね、もう体がこう緊張モードになります。それ自体が自律神経に影響があるんですけれども、交感神経がちょっと優位になるんですね。でもですね、動いて、バランスよくですね体をリフレッシュしながら自律神経の方にもいい影響を与えていきましょう。そして血圧なんですけども、血圧もやっぱり寒い時の方が、寒くなっているとですね体が硬くなる。体が硬くなってくると体の隅々に血液を送り出すのに心臓が頑張らなきゃいけなくなってきます。でそうすると血圧が上がっちゃうんですけども、でもですね血管も体を動かすことによって血管弾力みたいなのが高まってくると、血圧がほんと頑張らなくても心臓から血液を送り出すことができるんですよね。なので運動することによって血圧が高い方もいい方向に向かい、じゃあ低血圧の方はどうかというと、血液循環が、こう怠りていることがあるので、運動して、筋肉のポンプ作用で血液循環を良くすることによってやはりいい効果があるんですね。ということで、ちょっと話がまたついつい長くなっちゃってすいません。いつもですねセリフなしで思いつきまんまにしゃばっちゃってるので、はい、ではですね音楽をかけていきます。皆さん一緒に動きましょう。はい、じゃあちょっとタッピングをお願いします。さあ、いろいろと動いていきましょう。はい、まずはグーッと息を上げて、こうなってたならば胸を開いていけるように、はい、まずは胸と骨盤と肩甲骨と背骨の動きからやります。ダッ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 、はい、前前、この骨盤ですけどこう丸める感じですね。はい、横の動き、タッタッ、ここがくびれてきますね。骨盤、背骨、肩甲骨の調整、タッ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 、さあちょっとテンポを速く、タッタラタッタ、足交互に自然と膝を曲げましょう。足首を柔らかく動かします。腕のブロックを伴いましょう。タラララララ、くびれます。チャッチャラチャラチャラララララ、肩こりも緩和しますよ。はい、後ろ、はい、このようにお腹も一緒に動いていきましょう。はい、早めます。タンタンタタ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 タラララララララ、はい、1、2、3、4、ブルブルブル、チャンチャンチャン、1、2、3、4、ブルブルブル、小の肩甲骨と骨盤と背骨の動き、上という意識を見てみましょう。腰がちょっと痛い方もおすすめなんですが、小さく骨盤の小さな動きでどうぞ。はい、これに回します。1、2、3、4、5、6、気持ちよくマイペース、横7、骨盤横です。じゃじゃらら、手の動きを上、だだだ、はい、早めて、タッ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 、
項目が良くなってます。ほっほっダラララッタッタ、はい、肩を後ろ、ほっほっほっ、はい、前方変えます。ダッタッタラララ、さらにタタタタッ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 タ、お腹引き上げて回線1、2、3、4、ブルブルブル、ジャンジャンジャン、1、2、3、4、ブルブルブル、はい、ではこあのジャンプがちょっと苦手という方はかかとを隠すトントンです。また膝の屈伸にしてください。大丈夫でした、ジャンプです。柔らかく、足首を柔らかくするとあんまり足音が鳴りません。はい、ツイスト1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、さらに良ければもうちょっとテンポ1、2、1、2、1、2、1、2、ほっ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 、はい、ではほっタラララ、はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、いいですか、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、蹴ります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 、はい、蹴ります。さあ、伸び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 、ほっほっほっ、胸を開いて伸び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 、はい、足前です、ふっふっふっ、はい、回しましょう、はっ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 はー、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日は背骨骨盤肩甲骨の整え、体幹を中心にシェイプアップしました。そして足の方も股関節や膝にも良くなる動きでシェイプアップできました。皆さんいかがでしたでしょうか。良ければこのマークグッドインデボタンをクリックお願いします。ということで皆さん今日も最後までありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。短時間でした。ありがとうございました。応援でした。